さあ、ということで今回は3回のかくれんぼチャレンジをやっていこうかなと思います。ではまずはヒーローステージの1ですね。いきましょう。まあ、おそらく変身前で揃うんじゃないかなと思いますので、そこまでの道のりでよく見ていきましょうか。あれ待って、今いなかった。一人目。いずれさ、こういうパターン来るんじゃないかなって思ってたんだよね。このスタート直後の後ろ。さあ一人目です。さすがに大丈夫か、この辺は。あ、いましたね、二人目。オッケーオッケー。さあ、二人目、めちゃめちゃ危険な場所に隠れてらっしゃいますね。すごいな、命がけだな、隠れんぼも。あれ待って、めっちゃ近くに3人見えた。早っ。もう見つけちゃったわ。よーし、ではクリアしちゃいましょうか。なんか今のところでさ、 A ボタン押してるとピースさんの声が聞こえるので多分ジャンプしてるんだよね。このねアクションめちゃめちゃ楽しいよね。なんだなぁ、コインって使うんだろうか。一応貯めるようにはしてるけど。プリズム系のドレスだったりリボンは500枚でしたっけ。各500で1000枚必要だったっけ。それぐらいのものがまた出てくるのか、出てくるとしたらそれぐらいのものか、あとはなんていうかそれ以上に高いものかもしんないですよね。まあため特に越したことはないと思うからためようか。よし、ありがとうございます。ということで、まずはヒーローステージの1番をクリアですね。ありがとうございます。また4000枚いったね、コイン。さあ、では続きまして、カウガールの2かな、次は。よーし、では行きましょう。
まあさすがにちゃんと見られる場面でいるっていうシチュエーションだと思うので、馬乗ってる間とか例えば、まあ、探しようがないですもんね。見つけてもチェックができなそうなんで、まあそれ以外の場面でってことにはなるんじゃないかな。あ、いたわ。一人目いたわ。お馬さん来るよね、この後。これマジで気をつけないとね、お馬さん乗ってからだと、あーってなっちゃうやつだ。お馬さん乗る前にチェックしないといけないやつだね。さあ、一人目。さあ、行きましょう。さすがにこのポイントは大丈夫だと思いたい。あ、間違えた間違えた、飛んでしまった。こっちにストーンあるんだっけですね。 OKOK。でジャンプ、この辺怪しいよね。こっからまたちゃんと見ていこうね。やっぱいますよね。さあ2人目、危な、マジでいそうだからな、連続でこういうところ入念に見なければね。とりあえず大丈夫か。とりあえずリボージだよね、ここは。そうだな、このいったところにいるっていうパターンは今んとこないから、そんな警戒はしてないんですけど、出てくるかな、そういうパターン。こういうアピールポイントね。一応見ておいた方がいいのかな、こういうところも。正直ここまで全然警戒しないで来ちゃってる。あ、いたいた、ここにいるわ。さあ3人目、よかったよかった。めちゃめちゃ危ない場所にいるね。連結する部分にいるわ。しまった、はい、よし、間に合った。そう、ではあとはクリアするだけだ。ここにあるよね。よーし、ということでクリアできました。ありがとうございます。
あれ普通に全回収しちゃった今回。よーし、ありがとうございます。さあ、ということで次がなんだっけ、パティシエの2やっけ。次そろそろパティシエがあった気がする。パティシエの2とマーメイドの1か。よし、大丈夫ですね。では続きましてですね、パティシエの2行きましょう。スタート直後は今回大丈夫そうか。いや、大丈夫じゃないわいるわ。さあ、一人目。で、そうだな、いそうですけどね、二人目も。さすがに大丈夫か。これ緊張感あるよねあー、ちょっと斜めっちゃったな。まあいいや、どうぞ。まあ多少アバウトでもね、いけるので問題はないはず。こんな感じかな。はい、めちゃめちゃいいんじゃない全体的に。さてと、とりあえずどうしようかな。こっちも行けるんだよね。さすがにこういうところにはいないか。
あ、いたいた。さあ、二人目。はい、あ気づいた、よかった、そこいたのかということで、これで大丈夫だね。あとはクリアしましょう。いやマジで難しくなってんな。なんていうかね、ここまで一発でいけてるからさ、全部のステージで頑張りたいですよね。さあ、ということでクリアしました。ありがとうございます。ちょっとね、クッキー作るところで最大スコア取れなかったので一個ストーン取れなかったんだけど、まあ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 、かくれんぼチャレンジできたんでよしとしましょう。その次も取れてないのか、取ってないのか。さあ、ということで次がマーメイドの1ですね。3回のラストとなります。マーメイドの1もね、やっぱ蛍光状変身前で集まるかなと思うので、そこまでを入念に特にねチェックしていきましょう。いますね、いきなりいましたね今。さあ、まずは一人目。さすがにこの辺大丈夫？いや、大丈夫じゃないな。いるな。さあ、二人目。早いね。ちょうど飛んでる。結構立て続けにいましたね。さあ、乗っていきましょう。さすがにこういうとこいないよね。さすがにカメさんから降りた後だと思うけど、いました、よかった。さあ、3人目です。よし、ではあとはクリアしましょう。よし、ということでクリアです。ありがとうございます。全然取れてないわ半分ぐらい取れてないわ。
よし、ということで、これで3回のかくれんぼチャレンジも全部見つけることができたかなと思いますので、次は4回ですね。ちょうど100枚だったな、コイン。よし、大丈夫ですね。では一応リストの方でも見ましょう。ここまで来てるね。OK です。さて、一応あとはチェックだけ、項目のチェックだけしときましょうか。おー、ネズミ3匹のみでドスがあるんだ。ノーダメージ、ノーダメージはやっぱあるんだな。さあ、ということで、では次はね、4回行きましょう。多分新規としてはカンフーがあるんだよね。あとは2番目のステージだったかな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。